はい、どうも。今回ですね、キュレムの入手方法を紹介します。で、まずはおやつおやじに話をかけます。で、キュレムはスカーレットだとサークルミッション限定報酬のポケモンで、バイオレットだとブルーレク10回達成報酬のポケモンとなってます。で、キュレムのおやつをもらったらパルディア地方へ行きます。パルディア地方のプルピケ山道へ行きます。で、キュレムがいる場所はこっちですね。で、こっちですね。ここを飛んで降りるとキュレムがいます。というわけで以上となります。ご視聴ありがとうございました。